クリス・チブナルは、イギリスのテレビライター兼プロデューサーであり、ITV の犯罪ミステリードラマ、ブロード・チャーチ・殺意の街の制作と脚本を担当していることで知られる。BBC の長寿 SF ドラマ、ドクター・フーのファンでもあり、先代の制作指式ラッセル・ T ・デイビスやスティーブン・モファットの下で5本のエピソードを執筆し、そのスピンオフシリーズ、秘密情報部トーチウッドのシリーズにまで、 筆頭の脚本家であった。2016年 BBC はクリス・チブナルがスティーブン・モファットの後を継いでドクター風の制作葬式にシリーズ11から就任することを発表した。フォーム B で育ちトゥイッキナムのセントマリー大学でドラマを学びシェフィールド大学で文学修士を取得。彼の初期のキャリアはスカイスポーツのフロアマネージャーとサッカーの 記録保管人としての仕事である。1996年から1999年に彼は映画制作会社コンプリシットの管理者として勤務した。チブナルは1988年にコンタクトシアターのヤングプレイライト S フェスティバルの一部として短い演劇を執筆し、ローレン・スティルがこれを監督した。大学で学びながら彼はビクティムズと Now we are free の二つの演劇を執筆し、これらはエディンバラフェスティバルフリンジーでエドワード・ルイスに監督されて上演された。1998年に彼はクリップ・シアター・カンパニーのライターイン・レイジデンスになり、上限時間に達する三本の舞台を執筆し、これにはベスト・デイズやガッファーの他に複数本の短い舞台も含まれる。チブナルの ライターインレジデンスとしての後継者は、マシュー・ブロートンである。ガッファーは2004年にサウスワーク、プレイハウスで、リバイバル上演された。チブナルは1999年に、ロイヤル・ナショナル・シアター・スタジオに所属した後、2000年に1年間双方、シアターに所属し、アビゲール・モリスが監督した演劇キスメ、ライク・ユーミーニットを執筆した。このキャストには、 キャサリン・マコーマックや、ジェイソン・ヒューズ、マーレーン・サイダウェイ、そしてハリー・イートーブがいた。この演劇は、マイヤー、ウィット・ワース・アワードの一次選考を通過し、後に、世界中の様々な会場で上演され、2004年には、パリで3ヶ月間上演された。チブナルが、初めて執筆したテレビの脚本は、ITV のカールトン・テレビジョンが制作した、ジェームズ・ボランが演じるストーミン・ノーマンの、 モノローグであった。2001年に彼は脚本家ナイジェル・マック・レイに接近し、彼と共にドラマシリーズのフォーマットを作り、それがボーンブレッドとなった。キャストにはボラムとマイケル・フレンチがおり、本作は BBC1 で2002年から2005年までの4年間放送された。チブナルはヘッドライター及びコンサルタントプロデューサーとして携わり、 36時間分のエピソードのうち17時間分を執筆した。チナブルは番組の制作者であるだけでなく、BBC1 で放送された国際エミー賞を受賞した刑事ドラマライフオンマーズ」のシリーズにまでの脚本を執筆した唯一の脚本家である。彼は2007年にロンドンパラディウムでバフタ、視聴者賞を受賞した制作チームの一員であった。2005年にチブナルは BBC1 で土曜夕方に放送される神話の魔術師マーリンを題材にしたファミリードラマの制作責任者となった。複数の脚本が書かれたが BBC のドラマ長ジェーン・トランターは最終的にプロジェクトをお蔵入りにした。ドラマは後に魔術師メルルンとして実現するがチブナルは参加しなかった。2007年にリック・ウルフとクードス・フィルムテレビジョンがチブナルを アメリカのドラマを原作とした ITV1 のローオーダー UK の現場責任者に任命した。彼はアメリカのシリーズの脚本に基づいた最初の13エピソードを執筆した。ITV は第2シーズンの13エピソードも依頼したが、チブナルは番組を去る決意を固め他のプロジェクトの執筆に力を注いだ。チブナルはスターズで放送された。 アーサー・王伝説に基づく大人向けドラマキャメロット禁断の王城の制作葬式も担いダブリン付近のアドモアスタジオで収録された番組は1シーズン後に中断されたが執筆の優先度のために何があっても第2シリーズには参加しないとチブナルは再び主張した2013年12月にチブナルは2部作のドラマザグレート・トレーン・ドブリーを執筆しており これは1963年の同盟の映画の物語をなぞったものである。くしくもドラマの第一パートが公開されたのは列車高等のロナルド・ビックズが死亡したのと同じ日であった。チブナルが制作葬式を担う ITV の探偵ドラマブロード・チャーチ殺意の街にはデイビッド・テナントやオリビア・コールマンが出演している。 架空の海辺の街ブロードチャーチでの少年の殺人事件をめぐるこの物語は2013年3月に最初のエピソードが放送されジョディ・ウィテカーやアンドリュー・バカン、アーサー・ダービル、ポーリーン・クワーク及びデイビッド・ブラッドレイが出演した。フィナーレで視聴者数は最高の900万人近くに達した。この人気のため第1シリーズの終わりには第2シリーズが告知され、 2014年10月にロケが終了した。第2シリーズが放送された直後、ブロードチャーチが第3シリーズで戻ってくることが告知された。制作葬式着任までチブナルは長らくドクター風のファンであり、1986年に BBC の討論番組オープニエアーにドクター風評論会の代表として登場し、同年のザ・トライアル・オブ・エイタイム・ロード、特に テラー・オブ・ザ・バー・ボイズのエピソードの質を批判した。2005年にチブ・ナルは SF ドラマ秘密情報部トーチウッドのヘッドライター兼プロデューサーに就任した。このシリーズはドクター・フーのスピンオフであり、BBC3 が2006年10月に放送を開始し、イギリスにおけるスポーツ番組以外でのデジタルチャンネル放送の記録を塗り替えるほどの視聴者を獲得した。 番組は2007年 TV クイックアワーズでベストニュードラマを受賞し、2007年バフタ、ウェールズ賞でベストドラマシリーズを受賞した。このシリーズはヒューゴー賞とサターン賞の両方にもノミネートされ、受賞はしなかった。アメリカ合衆国では BBC アメリカとハッドネットが放送し、絶賛を受けた。チブナルは第シリーズと第シリーズで8エピソードを執筆し、 これには両シーズンのフィナーレと第2シリーズの第1話が含まれている。秘密情報部トーチウッドで執筆を担いながら、チブナルは2007年のドクターフーシリーズ3のエピソードタイムリミット42も執筆した。彼は2010年のシーズンでドクターフーに復帰して2部作ハングリーアース冷血を執筆し、新シリーズにサイルリアンを導入した。また、 チブナルは2012年にシリーズ7の第2話、恐竜たちの船と第4話、キューブのパワー、そしてミニエピソードポンドライフを執筆した。彼は他のミニエピソードとして PS を執筆したが、これは収録されず、最終的にストーリーのフォーマットがオンラインで公開された。制作葬式着任後2016年1月に BBC はクリス・チブナルが2018年から、 スティーブンもファットと交代して、ドクター風の制作葬式を担うことを公表した。これは、新シリーズのシリーズ11にあたり、マット・ストレブンズが、ブライアン・コックスの出演する科学番組アンアドベンチャー・イン・スペース・タイムの制作葬式を、務めた後、チブナルと共に制作葬式に位置づけられた。新生ドクターが、 女性になるか否かの議論の際に彼は2017年2月に禁止されてはいないが、キャスティングをギミックにしたくはないと発言していた。後に2017年7月の告知で、チブナルは、ジョディ、ウィテカー、13代目ドクターへようこそ。私はいつも13代目ドクターには女性になってほしかったし、我々の一番の選択であることを保証することに、興奮を覚えると述べた。 制作葬式の最も最新の変更の際、チブナルは、戦場と二人のドクターの最後の場面を執筆し、ウィーテカーを初めて登場させた。同様の事例も過去にはあり、2010年新春スペシャル、時の終わりパート2では、モファットがラッセル・ティ・デイビスと交代して、最後の場面を執筆しており、マット・スミスが演じる11代目ドクターが初めて、セリフを発言した。 BBC は開局100周年を迎える2022年に放送される3本のスペシャルを制作した後にチブナルがドクター風を降板すると報じた。2023年からはかつての制作葬式であったラッセル・ T ・デイビスが復帰する予定。ありがとうございます。